イタズバチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。視聴者様が持ってきてくださったシリーズということで、こちら朝霞蒸留所のニューボーンを持ってきてくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。朝霞蒸留所といえば、つい先日のワールドウイスキーアワード WWA ですねの2022で、山桜ブレンデッドモルトのシェリーウッドリザーブ朝霞がですね、ブレンデッドモルトウイスキー部門で世界最高賞に選ばれたということで、とてもタイムリーなタイミングでこのニューボーンを持ってきてくださったなというふうに思ってます。賞を取ったボトルは手に入らへんよな。じゃあチャンスあったんやけど、俺の不注意で見逃してくれ。不注意か、これ残念やな。はい、ということで、もう多分二度とお目にかかることはないと思うので、まあどっかのバーで巡り合ったら飲みたいなと思います。まあ、ちなみにこの WWA というのはウイスキーのみを対象にして毎年開催されているコンペティションで、今年は世界268社ですね、19部門で1300種以上のウイスキーが出品されたということで、それでも部門でトップを取られたということで、まあ、朝霞蒸留所の皆様おめでとうございます。おめでとうございます。このニューボーンはね、2017年に発売をされてまして、2017年の2月に蒸留されてて、同年の3月に樽詰めをされてて、3ヶ月後にボトリングをされてます。ニューボーンとニューメイクとあるんですけど、ニューメイクっていうのは蒸留したてのものですね。でこれは1回でも樽に入れて3年以内ですね、3年以上経つとウイスキーになるので、がニューボーンとなって、今回のこれは約3ヶ月間樽に入ってたということで、樽の方はシェリダルということでございます。こんな感じで、まあ、ニューボーンでこのサイズを出すって、まあ、珍しいっちゃ珍しいよな。大概もう少し小さい樽なことないやん。まあ楽しくもあっけしもな、大概小さいよな。3ヶ月で色こんな感じで、まあまあついてるな、うん、まあ、シェリーダルでそんなにあったかいとこでもないねんけどな。ついこの間動画にした松井、あれより濃いで、うん、あれウイスキーって言うとはるやんか、うん、ますますちょっとあれの信用性が薄れてくるっていうか、あれニューメイクや。でもあれニューメイクって書いてないね、うん、あれウイスキーって書いてるね。あれニューメイク、あれニューメイクやな。ニューボーン以外やと思うよ。まあまあまあ、そんな話はこっち置いといて、こちらの方テイスティングしていきたいと思います。ニューメイクにしたらうまいっすね、言うてた。あれはまあもともとまたピー入れなあかんがな、もう。ちなみに過去動画で朝霞蒸留所はこちらの朝霞ザファーストピーテッド、それから今年2022のエトボトル、この2つ紹介をさせていただいております。もうどちらも秀逸でございまして、この2つテイスティングして共通するところはやっぱりフルーティーさよな、原種の。原種がしっかりしててフルーティーやなという印象がありますし、これ他のバーで違う朝霞飲んだ時もフルーティーやったもんな。あれがその前の年のエトボトルか、2021のエトボトル、あれもフルーティーやったもんね。香りは、まあ、香りは前はニューボーンやね、3ヶ月やからな、うん、乳酸の香りするよな。ただ甘い香りもちゃんとあるし、何回も出すけど、うん、松井よりはるかにいい香りがする。もうその話はやめよう。でも同じ土俵やからさ、3ヶ月やけどちゃんとシェリーが乗ってますし、甘さもあります。アルコール度数の方が 62.2 度なので、ただそのアルコールの 62.2 度の辛みってないよな、うん、というよりも甘さの方があるもんな、蜂蜜感あるよな、うん、3ヶ月でこれってすごくね。なかなかすごいのだよこれは。3年とか熟成してこれになるって、すごいフルーティーなウイスキーになるのよう分かるよなこれ、うん、これ飲むと。ちなみにこれ2017年に発売をされてるんですけど、同じ時期にニューメイクも発売をされてます。それは小さいボトルで発売をされてるようですね。ニューメイクフルボトル出したらびっくりするけどな、飲めへんもんな。かすいで飲んでみたいと思います。めちゃめちゃ甘いねこれ。美味しいよこれ、もう原酒がしっかりしてる証拠よ。3ヶ月でこれやろ、うん、松井ってもうなんか30日とかちゃう。こう思いすぎたムーンシャイン。こうなってくるとさ、だってあの松井ってなんか内側焼くの忘れた樽に30日間置いときましたみたいな。だってえ3ヶ月やんな、ほんまに3ヶ月だって。3ヶ月よ、すごいよ。2つの意味です。2つの意味でな、朝霞がここまで仕上がってんのもすごいし、松井は絶対全体なんぼ、もうやっぱニューメイクやん、あいつなんか穴の方向に進んでいった。
いや、だってここばっかりは同じ土俵やからさ、ちゃんと理論を持って手なさせてもらってるわけで、うん、少なくとも同じ土俵立ってるかって言ったら全然ちゃうやん、これ地方大会1回戦と甲子園決勝ぐらいちゃうで、これ笹野川酒造朝霞蒸留所、まあ、ざっくり歴史は過去動画でお話をしておりますので、まあ、そちらの方をご覧いただければと思うんですけど、ざっくり言わせていただくと、創業が1765年、今から257年前に創業をされてまして、まあ、超老舗の酒蔵さんで、1946年にウイスキーの免許を取得をされてて、1983年にあのチェリーウイスキーを発売をされて爆発的なヒットを飛ばしたということで、今でもチェリーウイスキーの方は販売をされてます。2016年に本格的にポトシルで蒸留を開始をされたということで、そのきっかけになったのが、まあこれはもう本当に何度もお話をしてますけど、まあ有名な話なんですけど、羽生蒸留所の原酒を扱って、まあそれきっかけで秩父蒸留所が復活をしたという話があるんですけど、笹野川酒造も羽生の原酒を預かったことがきっかけで朝霞蒸留所を立ち上げたという経緯があるので、どっちかがなかったらどっちかができてなかったというと伝説のような話になってるというふうに思います。まあこれ知らん人おらんでも、そろそろな、もうこの話な、もう何回した俺も、もうそろそろ知らん人いなくなってるな、ウイスキー界の常識になってきたもんな、うん、そうなんですかってなる人も、もういいでもウイスキー、ウイスキーそこそこ勉強してる人は大体知ってるような気がするわ、うん、このニューボーンやっぱすごい美味しいな、ほんまにこれはようできとるわ、蜂蜜とちょっと原酒の重みと、しっかりシェリーがちゃんと乗ってんなと思うし、熟成感だけは持つとしてもないけど、樽は乗ってんなっていう、朝霞ファーストピーテッド、これも受賞されてまして、これは東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで金賞を受賞されてるのと、このラベルのデザインのこれ賞、これも WWA で受賞されてますということで、リーズアイテムは少ないけど、やっぱりどれもそれなりに印象的なものが多いよな、いや、 やっぱポテンシャルあるわここの原酒、今後もっとどんどん出してほしい蒸留所の一つやと思うわ、うん、3ヶ月でこれやったらやっぱり今のそれは美味しいよなっていうことやね、そんなにだってあったかないやん、福島やからね、寒いで、うん、それでここまで樽乗るのは不思議やね、湿度かな、内陸やからな、盆地で寒暖の差激しいからね、うん、だからそこが効いてんのかな、うん、ということでございます。これが参考になったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram のフォローの方もまたよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。次の話を蒸し返すことになるとは思わなかったけど、いやでも それはでもしょうがない、シングルモルトやねんから向こうな、シングルモルトウイスキーで出してねえからな、でもやっぱりこうやってちゃんと作ってはるところと比べたらもう足元にも及ばんなと、なんやろな、なんか車で言ったらあタイヤ4つついてて偉いねぐらいの感じやそそんな低レベルあタイヤ4つついてて走るんやすごいすごいとか、それとベンツ比べるようなもんちゃう、これで松井の方がすごいとか言ったらそれは、うん、こうやってしっかり作ってある朝霞蒸留所にすごい失礼な話やし、比べるのは失礼な話やと思うわ、うん、カテゴリライズするなら同じ、まあだけどこの朝霞ニューボーンはすごいなと、確かに、うん、3ヶ月だもん、うん、だって3ヶ月っつったら他うち3ヶ月のウイスキーはないで、カノスケが6ヶ月やろ、うん、あのカノスケよりこっちの方が俺好きだ、いや美味しい美味しい、ということでおしまい。